先制ゴールのところを振り返ってみて、井林から、ロングボールで、真ん中いいボール入ってきた、まあ、トラップ集中してたら、まあ、いいところに置けたんで、まあ、逆足だったんですけど、なんとか決めることができました。今日試合前に、通算100試合出場ということで、その100試合出場という部分に関してはこれまでどういうふうに考えますか？まあ、こういう花束いただいたり、T シャツを作っていただいたり、そういうので、まあ、とりあえず100試合今までやってきたんだなっていう、まあ、感じることができましたし、まあ、でもこれからもっともっと、いい記録っていうか、すごい先輩たちもいっぱいいるんで、そういう選手みたいになれるように、頑張っていきたいです。今日花束贈呈にお母さんからいただいたと思うんですが、その時は何か言葉ありましたか？いや、まあ、僕たちの神聖なピッチに、自分の親が入ってきてしまって、ちょっと不思議な気分でしたけど、まあ、とにかくね、そういう試合で、勝利できたっていうのは、まあ、自分にとってもすごい嬉しい、出来事でした。今日の試合、まあ、交通機関が動かなかったりしてですね、こうたくさんのサポーターがですね、ピタ君も来れなかったという状況があったのでですね、まあ、来れなかったサポーターのためにちょっと一言お願いします。まあ、試合の前に、天候がひどく荒れて、僕たちもこう試合ができるのかなっていうような、状況の中だったので、まあ、やむを得ずというか、まあ、来れなかったのは仕方ないと言いますか、まあ、それでも、応援してくださった人たちが、たくさん、いるという中で、しっかり今日も勝利というものを、勝ち取れたことはすごい良かったと思います。ぜひ次は、スタジアムの方に、いい天気の中でやって、そしていい勝利をまた届けていけたらと思ってます。ありがとうございました。ありがとうございます。